はい、じゃあ続きやっていきましょうかね。なんかすごく話しかけてほしそうじゃない？石丸くん。おはよう、なぎくん。おはようございます。おはよう。うん、やはり朝の挨拶はいい。実に爽やかな気分だ。わかったか。では今日も一日お互いに頑張ろうではないか。そうだね。石丸くんっていつもこうなんだな。なんでここに立ってるの？石丸くんここか。そうね。結構男女バラバラっていうか、法則性はなんかあんまりなさそう。強いて言えば毛量が、いやでもな、山田くんそんなに毛量あるわけじゃないしな。あ、てか前園さんのどこ行くんだっけ？今他のところ行ってもあんまり、あれかな。前園さんの部屋に、行っちゃおうかな。ドアの横のインターホンを押せばいいのか？ピンポーン。正解。あ、はい。おはよう、前園さん。苗木くん。あ、苗木くん、ちょうどよかった。え？ちょうどよかった？あの、ですね。え、ちょっとお願い事があるんです。何かな？お願い事って？私もこれから出かけようと思ってたんです。よかったら付き合ってくれませんか？よ、喜んで。いいけどどこに行くの？え、その、どこかに護身用になる武器はないかと思って。護身用だって私たちはここに閉じ込めた人がいつ襲ってくるかわからないじゃないですか。あ、確かにね。このメンツだけじゃないもんね、なんか怖いのはね。僕たちをここに閉じ込めた人物。あんな殺しのルールを提示した人物。こんな理不尽な状況を作り出したやつなんだ。確かにいつ襲ってくるか分かったもんじゃない。確かに。だから何があっても自分の身くらい守れるようにと思って、あるかな？それで護身用の武器を。だったら、体育館前のホールのショーウィンドウに使えそうなものがあったような。体育館前のホールですね。行きましょう。またエスパーですから。エスパーだもんね。そうだよね。ただの勘だよね。僕ってそんなに単純な思考なのかな？とにかく前園さんと一緒に体育館前のホールに行くとしよう。まあ、見てたからね。え？学園内の移動がめんどくさいとお困りの皆様朗報でございます。何？手帳メニューのマップですが、え、こっからなんと瞬間移動が可能になりました。すごーい。マップメニューを開き場所を押していただくだけの簡単操作でございます。ただし、瞬間移動ができるのは廊下など一部のマップのポイントに限られます。また行ったことのない封鎖されている階層に瞬間移動することはできません。そうですか。さらにストーリー的なあれの影響で瞬間移動をご利用いただけないこともございます。あれね。壁の中に移動してロストしてしまう危険性を回避するためご了承くださいませ。なんだそれ、バグってこと？以上ご確認のほどよろしくお願いいたします。そんなことがあるのかしらね。他の人たちは、石丸くんみたいになんか部屋の外に、あ、山田くんがいる。何してんの？むむ。怪しいです。苗木誠だのに前園さやかだの、どちらへ行かれるのですか？そんなに仲睦まじく。ちょっと、何言って。いやはやこれが館もののお約束？吊り橋効果の男女ですな。そうなんだ。ではこちらもこう言わざるを得ない。え？それなんてラノベ？あ、今なんつった？ちょっといい声で何か言ってた。苗木くん、山田くんが何言ってるのかわかります？ちょっとわかんない。いや、僕もさっぱりだよ。さっぱりだよな。瞬間移動できるはできるけど、ガチだし。うわぁ、あ、てかあれ？セルスちゃんがいるけど。男子トイレに行っていいかな？僕男子トイレに行きたいな。私たちは体育館前のホールに行くんですよね。前園さん、トイレぐらい行かせてくれ。トイレ行けない。
ごきげんよう。あ、ごきげんよう、お二方。おはようございます、セレスさん。こんな平凡な挨拶を交わしているなんてなんだかおかしくなりますわね。よろしいですか？私たちはここに閉じ込められているというのに。セレスさんって時々怖いよな。で、私はこれで、あれ？どこ行っちゃった？なんでここにいたんだろう。行きましょうか、ナイギ君。そうだね。え、ここってなんかある？まあ、でも女子トイレの前だから別にいてもおかしくないけど。あ、常にこっちを向いてる。あ、あれ？前園さん？ついてきているはずでは。ここなんだ。ちょっと何があるか探索したいよね。デンジャーなの？ここ。倉庫っぽいけど、デンジャーらしい。2階にも行けないし、誰かいないのかな、他に。食堂。前園さん、食堂寄ってもいい？ごめんってごめんってな、行きたいよな、早く。じゃあ、サクッと行ってみるか。あ。こんな風にね。食堂にもゴーしたいけど、前園さんが、ランドリーにもいるな。LR でね。あ、なんだ、みんな結構あれじゃん。いろんなところ行ってるじゃん。玄関ホール、前。結構みんな、うろうろしてるのね。あ、みんないるじゃん。ここから出るための手がかり、何としても見つけねばならんだろ。それで朝比奈さんや深川さんと一緒だったんですね。それ。深川を誘ったのは朝比奈だがな、我だけではまともに話もできん。そっか。まあそうだろうな。朝比奈ちゃんは、確かに誘ってくれそう。あ、購買部ある。購買部行きたいな。苗木だよ。まいちゃのちゃん、よーっす。朝比奈さんたちは何してるの？うん。昨日の探索の続きだよ。何か発見できるかもだし。成果があったらみんなに知らせに行くからね。そうかそうか。深川さんとこの二人が一緒なんて、なんだかすごい組み合わせだな。何よ。物言いたげな目をして。いや、珍しい組み合わせだと思って。深川さんと朝比奈さんと大神さんが一緒なんて。言っておくけど、私はこんな脳まで筋肉な連中といるなんて不本意なのよ。ちょっと。うわ、ひどいじゃん。敵作るな、深川さん。昨日誘って欲しかったみたいだったから部屋まで声かけに行ったんだよ。そうだよ。頼んでないわよ。これ以上私を筋肉の世界に引きずり込まないで。あー、行っちゃった。パワー。あー、行っちゃった。追いかける？待て。これ以上の無理強いはやめておけ。それは。まあ、そうだよね。そもそも水と油だもんな。一緒にいる方が無理あるって話か。そうかなぁ。まあでも、深川さんじゃあ誰となら、山田くんとなら話し合うかな。あれ、こっちだっけ？あ、こっちか。2階行けないんだもんね。シャッターが降りてる。これは何かすれば開いたりするのかな？何かね。まあ、いずれ行けるんでしょうけど。とりあえず、来たよ。あー、刀がある。ここで X を押してなかったんだよな、この前。わ、なんだ？調べられるものがいっぱいあるぜ。上段の棚にもいろいろなものが置かれている。このトロフィーで殴るという説もあるわけだね。埴輪だ。体育館の前に飾るものじゃないだろ。あ、埴輪コイン。埴輪のコインが。あ、てかこれ、愛じゃん。愛は誰だっけ？金継ぐだっけ？金の仏像だよな。なんでこんなものが飾ってあるんだろう。確かに仏像はおかしいか。盾だ。何かの大会の優勝記念らしい。刀あるよ、前園さん。
これは刀？いや、模擬刀みたいだ。それにしてもすごいセンスだ。全体にまんべんなく金箔が塗装されている。しかも、うわ、ちょっと触っただけでも手にベタベタと金箔の塗装が、え？本当だ、手が汚れちゃいますね。なんで？これじゃあご信用にしてもちょっと。そっか、ないよりはマシだと思ったけど。だったら、苗木くんが持って帰ったらどうですか？意外なインテリアとして活躍するかもしれませんよ。インテリアになるのか？でも、気をつけて持って帰ってくださいね。新聞紙とかで包んだ方がいいですよ。もう持って帰ることになってるんだ。ここには他にご信用になりそうなものはないですね。え、兜あるよ、前園さん。でもさ、心配しなくてもすぐに必要にはならないよ。それに、もしそうなったとしても、え、苗木くん？あー、その時は、僕が守るからさ。苗木くんが私をですか？ありがとうございます。え、頼りないとか言うのかと思った。苗木くんが味方になってくれるならもうご信用の武器なんていりませんね。そうかな。舞園さんはそう言って笑った。彼女の不思議な笑顔、心が安らいでいく笑顔、この笑顔を見ていると本当に何でもできるような気になってくる。何でも。じゃあ武器探しなんてやめて、せっかくだからもう少しお話ししていきましょうか。お話？ここで？いいけど。寒そう、ここ。え、兜、兜見たくない？ごめん、前園さん。兜も見たいよ。兜がある。なんでこんなものが飾ってあるんだろう。あ、コインだった。兜あったら頭守れていいと思うけどな。兜キャラになろうよ、前園さん。前園さん？こっち行ったら入っちゃうかな。じゃあお話しするか。話しよう。え？お話ししようって言っておきながら、いざとなると何を話していいかわかりませんね。確かにね。ごめんなさい。ごめんなさい。私から誘っておいて。別に平気だよ。っていうか、話すことがなければ黙っててもいいんじゃないかな。え？無理して話さなくても、二人でぼーっとしてるだけでいいんじゃないかな。そっか、ぼーっとするだけですか？ここで？あ、でも前園さんは退屈だよね。何もしないでいるなんてさ。え？いえ、退屈なんてことはありません。ただ私慣れてなくって、そのぼーっとするってことに。まあ、ぼーっとするって難しいよな。私も全然、ぼーっとはしないな。いつでも何かしらは考えちゃうよね。そうだよね。前園さんは僕みたいな普通の高校生と違って毎日忙しいわけだし。え？ですね。唐突ですけど、はい。苗木くんには夢とかありますか？夢ドリーム？だったら、舞園さんの夢は、え？答えな、苗木くん。舞園さんの夢も聞かせてよ。私は、え？私の夢は、幼い頃からずっとアイドルに憧れていました。え？何この BGM。 うちってね、父子家庭だったんです。あ、そうなんだ。お父さんは毎日夜遅くまで働いてて、私はいつも一人でお留守番。なんでこんな不穏な BGM なんだ？まだ子供だったし、ちょっと寂しかった。でも、そんな私の寂しさを紛らわしてくれたのが、テレビの中で活躍しているアイドルの姿だったんです。そうなんだ。お姫様みたいに可愛くて、歌も上手くて踊りも上手。何より、あの笑顔。あの笑顔を見ていると、私の寂しさなんていつの間にか吹っ飛んでいました。そうなんだね。だから、いつか私も、そんな風にみんなを勇気づけられるアイドルになりたいって、そう思うようになったんです。素敵じゃん。でもすごいよね。子供の頃からの夢を本当に叶えちゃうなんてさ。本当にすごいよ。なぎくん。なぎくんの夢は？私は夢を叶えるために今まで何でもしてきました。え？嫌なことも含めて、本当に何でも、そうなの？え？ですね。夢は追い続ければいつかきっと叶う。私もそう思いますけど。え？でもそのためにはずっと夢を見続けなくちゃいけないんです。
それが悪夢であろうと、起きていようと、寝ていようと。夢を叶えるためにはずっと夢を見続けてなくちゃいけないんです。舞園さん？あの世界では少しでも気を緩めればすぐに置いていかれちゃう。息継ぎなしで水中を全力で泳ぎ続けなくちゃいけない。マグロみたいに。本当にそんな感じの世界なんです。そう、そんなに大変なんだ。じゃあ、楽しくないの？違います。うん、そんなことありません。楽しいですよ、すっごく。でもだから怖いんです。え？こんなのんびりお話みたいな雰囲気じゃ全然なくなってしまった。今は本当に毎日すっごく楽しいんです。同じグループのみんなも本当に素敵な仲間たちで、みんないい友達だし、いいライバルで。昔からずっと一緒にやってきた大切な仲間たちなんです。そうなんだ。みんながいなかったら、私はとっくに夢を諦めてたかもしれません。みんなと一緒に夢を叶えて、一緒に仕事できて、今はすっごく幸せです。だから。え？でもだから、時々怖くなるんです。え？いつか世間に飽きられて、そうしたら私たちどうなっちゃうのかなって。ああ、今が楽しすぎるせいでね。夢を失って、楽しい日々も終わって、みんなバラバラになっちゃうのかなって。え？何それ？ラスボス的思考？だからずっとこのままでいるために世界をどうちゃら？舞園さん。震えてる？抱きしめろ！そうか、舞園さんは恐れているんだ。苦労して手に入れた最高の夢だからこそ、舞園さんはそれを失うことを恐れているんだ。あのですね。私が希望ヶ峰学園に入学を決めたのもそんな理由からなんです。え？どういう意味？だって、ここを卒業できれば間違いなく成功を手にできるんですよね。そうしたら私は大切なグループの仲間とずっと一緒に活躍し続けられるじゃないですか。そうかな？そうなの？そう思ってたんですけど。そう思ってたのに、それなのに、こんな場所に閉じ込められて出られないなんて、きっと仲間も待ってるのに。ああ、こうしている間にも忘れられていく！舞園さん！どんどん私たちが消えていく。ちょっと、大丈夫？精神的な疾患じゃない？それなのに。舞園さん！ああ、私にはこんなことをしている余裕はないのに！それは僕が初めて聞いた彼女の心からの叫びだった。彼女の怒りだった。でも、その怒りも最もなのかもしれない。だって彼女はここに閉じ込められたせいで、努力して掴んだ仲間との夢を失いかけているんだ。いや、努力なんて言葉だけでは片付けられない。その重さは僕なんかには計り知れないんだから。ごめんなさい。あ、ごめんなさい。愚痴なんか言っちゃって、愚痴かこれは。気を悪くしましたよね。うん、そんなことないよ。ごめんなさい。ごめんなさい。なぎくんは、なんかに向かって努力みたいなことは、したことないんかな。あ、あのさ、舞園さん。ところで、お腹すかない？部屋に戻る前に食堂でご飯食べていくなんてどう？この話の後じゃ胸がつっかえそう。だったら、よーし。だったら作りましょうか。私こう見えて上手なんですよ。本当に何が得意なの？ラー油です。すごい！抽出ってこと？調味料？冗談ですよ。あ、これ、バラエティ番組向けのボケね。そう言って舞園さんは笑った。さっきの感情的な表情は消えていて、そこにはいつもの明るい表情だけがあった。よかった。だけどどうしてだろう。それがまるで仮面のような安行きの表情にも思えたのは。いやいや、こんなに感情を吐露されてね。その後、舞園さんと共に食堂で食事をし、あれ？いろいろ探索したいんですけど。僕らはそれぞれの個室へと戻っていった。あれ？他の部屋入れたのかな？ワープしたら入れたのかな？やべえ、瞬間移動するべきだったか。簡素な雰囲気の個室に金箔の模擬刀。違和感以外の何者でもない。とにかく今日はまだ時間もあるし、じっとしている気分じゃない。どっかに行ってみようかな。あ、行こう行こう。
あ、これから自由行動時間が始まります。説明?聞かせてください。自由行動と呼ばれる時間帯。他の生徒の皆様とご一緒に過ごすことで親交を深める。え?その後にプレゼントを渡し、え、何も持ってないって、交換を得ることも可能?プレゼントは購買部のモノモノマシーンで、あ、そのためのメダルってかコインってか。あなた様とお相手様との親交が深まりますと、え、親密イベントとかあんの?そうなんだ。その際お相手様からプレイに役立つスキルをご教授いただけることもございます。親交を深めなきゃ。なお、どちらか様とご一緒に過ごされますと時間が経過し、あなた様は部屋へ戻りになられるでしょう。あ、そうなの?何度か時間が経過いたしますと自由行動は終了となりストーリーが進みます。ちなみに、あなた様の部屋のベッドでお休みになることで自由行動をスキップできます。あ、じゃあずっとスキップすることもできるんだ。あまりお勧めはいたしませんが、ストーリーをさっさと進めたい場合にご利用ください。え?まずは前園さやか様とご一緒に過ごされてはいかがでしょう?僕は藤崎千尋ちゃんと初めてのお相手としては申し分ないかと。変な言い方だな。初めてのお相手にするかじゃ、前園さん。前園さんいるけど、あふかわさんも部屋にいる。え、でもさ、プレゼント必要になるんじゃないの?購買部どこだっけ?教室にもいるね。保健室。玄関ホール。あ、購買部に、行けわー、購買部。うわー、すげー、物がいっぱいある。調べられる。あ、ガチャポンあるよ。これってなんだ?あ、もしかして、ハンドルをひねって景品を出すあれ?モノモノマシーンに挑戦なさいますか?説明だけ見ておくか。小さなメダルでいいのか。どこぞの王様も集めていると噂の、こら!危ない。手帳メニューでご確認いただけますか?いそいそ。モノクマメダルをたくさん投入、たくさん投入されますとあなた様がお持ちでない景品が出やすくなる。なんだそれ。ちょっと待ってよ。また今度にしておくか。また今度にしておくか。なんか今上の方に。あれ?出ない。よ、ほ。あ、監視カメラかな?万引き防止かな?各監視カメラにこの説明ついてるわ。ここ、購買部みたいだ。でも、和洋折衷というか、購買というより、小物商店っぽいな。あー、メダルもあった。落ちてるわ。誰か回したのかな。こんなところに画面あるわ。モノクマが映るモニター。はぁ、あ。はぁ、あ、ですわ。あ、モノモール。自販機だ。一応この辺は購買部らしいと言えるかな。買わないの?買わないの、なぎくん。じゃあ一回回してみようかな。ハンドルをひねって、景品を出すあれだ。挑戦してみよう。よし、挑戦してみるか。あ、重複率。1枚。とりあえず1枚でゴー!ガチャガチャポン。え?なんこれ?なんだよ。もう一回!今のなんだよ。なんだこれ?あ、ラッキーだ!よっしゃ!確変!なんだこれ?ビデオ?いやでもこれ他に使い道がないんならあれだけ回していいのでは?青いガチャポンしか出ねえなぁ。なんだこれ。パッと見でわかるものが全然ない。もっとわかりやすく。あ、これは、ファックス?ファックスもらえたかも。わかんないなぁ。あ、なんだこれ。本当になんだこれ。着ぐるみ?ちょっと、説明、そろそろ他の場所行こう。説明をしてくれよ。
プレゼント。そしていっぱいあるんだよな。これなんとかならないんですか？あ、ブルベリの香水。男性に人気のある香水。その匂いは？女性を引きつけ、男性に嫌われる？え？じゃあどっちが つけたらいいのこれって。難しい。男性に人気のある香水なのにつけると男性に嫌われるの？あ、そうか。女性が寄ってくるから男性に人気のあるのか。でも、つけた人的には、ちょっと臭いのかな。臭いのかもね。難しい。ウォーターラバー。あ、これマネキンに着せてあるのか。あ、でもこれ朝比奈さんもらったら嬉しいんじゃない？やっぱ水泳だし。ん？あ、これこうやって見ればいいんだ。自動消滅。自動消滅カセットテープ。これはこれに音声を録音すると再生後に化学変化を起こして再生機器ごと消滅する秘密道具なんだ。すごいよ、ドラえもん。あ、やばい。マシマックス。自分が望む世界をこの電話機で伝えると、それをテーマとした長編小説がファックスで、こういうのあったよな、でも。なんか漫画を読み込ませて、新作の漫画を書いてもらうっていう、そういう秘密道具あるよな。これは？隕石の矢。この矢に刺さると悪霊が見えるようになると伝えられている？え？これ武器じゃない？あ、着ぐるみ。着るだけで応援役に回りたくなる着ぐるみ。雪男に似ていなくもない。え？なんで？雪男に似ていなくもない？赤なのに？これプロローグクリアした時にもらった。こういうのは違うよね。こういうのプレゼントっていうか。なんか、微妙だな。使いどころ、ないっちゃない。ないっちゃなくない？体育館。まあでも、前園さんと過ごしたらって言われたから行くか。